ケモンソルジャーの A0 です。タツナイです。第2のママンボーオーディション、パチ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 。3月10日収録時の現在、シングルバトルで使用率22位のママンボー。1年前の自分たちにこの事実を言っても絶対に信じないでしょう。そうだね、絶対信じないね。クイックターン覚えたから22位になったんだよって言っても絶対に信じないでしょう。それだけでさすがにだろって言ってるわ。現在大活躍中のママンボーなんですけれども、今まで全然シングルバトルで注目されていなかったのが、クイックターンをもらっただけでここまで評価を伸ばしているという、かなり珍しいポケモンですね。過去ここまでのものは正直ないと思うかなくらいには。もっといっぱい技足したらね、5世代のパルシェンみたいなのがあるんだけど、ほぼほぼクイターン一つだからね。というわけで今回はこんな風にママンボウのような技一個もらえば見違えるほど評価を伸ばすようなポケモンがいるんじゃないかということで、第2のママンボウオーディションを開催します。今回は現実的な範囲で技を何か一つもらえたら強くなるマイナーポケモンを探していきます。現実的な範囲でっての大事だね。オーシエルフンなんてそれは強いんだけど、それは現実的な範囲を超えてるからね。まずママンボウの使用率推移を見ていきたいんですけれども、シーズン1、2、圏外。うん、まあ、だと思う。そこからちょくちょく受けループみたいなのに採用されたりされなかったりみたいな感じで、使用率130位から120位台をうろちょろ。そしてシーズン8から9はまた圏外。そしてシーズン10の途中からクイックターンが解禁されて、使用率111位にランクイン。それからママンボウの型が確立されていって、使用率100位以内に入ることになっていって、最近になってママンロンゲぐらいみたいな並びが確立されて結果も残したということで、シーズン15では使用率31位、シーズン16は途中なんですけれども22位という大躍進。22位なんて言ったら、ね、もうね、環境の中心の中の一つにも間違いなく入っている。てか、まあ、実際もうね、どう考えても入ってるしね、今。マンボウといえば、直球を持ったクイックターンみたいな。まあ、今回はこんな感じで、使用率がもうほぼ圏外に近いようなポケモンの中から、技を一つ与えたら、マンボウぐらい強くなるんじゃないかっていうのを考えていきます。まず考え方としては、種族値とかタイプが強いやつはすでに使用率がある程度高いので、まあ、特性だけ強いマイナーポケモンにいい感じの技を与えるか、種族値だけ高いけど他は全然何も与えられてないみたいなポケモンに、まあ、強い技を与えるみたいな方向だよね。種族値タイプが強いシリーズだと、ウガツホムラとかなんか最近技ないって言われてるけど、そんなこといいっすね。数字高いタイプも悪くない。別に普通に強いポケモンの一匹だからね。もっともっと順位低いポケモンの中から選んでいきたいね。そんな感じで、今回ママンボウ2世のオーディションにエントリーしたポケモンが11体いるので紹介していきます。エントリーナンバー1、ジャラランガ、殻を破る。これは元ネタがあるからね。第7世代のバトルツリーで殻破ジャラランガ使ってくるトレーナーがいたんだよ。なんで、まあ覚えてもいいでしょうというところなんだけど、ジャラランガ今使用率何位だ？ジャラランガ111位だね。これぐらいの順位だったらいいでしょう。カラヤブ覚えてもう22位にはなんないかな。実際問題さ、今強い積み技としてソウルビートがあるわけじゃん。これと比べてどうなのっていうところでもあるからね。今ソウルビートノドスプレーがテンプレ型らしいけど、カラヤブしたところで最速のブーストエナジーの羽ばたく神とか鉄の包みは抜けないから、それしょっぱいんだよな。どう考えても結局神に対してテラスは絶対切らなきゃいけないくて、今ねステラ最速のテラバの羽ばたく神とかもいる時代だから、身代わりされてやられそうだな。エントリーはしたものの、ありそうというだけで22位はほど遠いかもしれない。だいぶほど遠いね。だってカラヤブで今一番使われてるの誰よ。カラヤブではないかもしれないけど、ドーブルとか。その次だと140位のパルシェン。さすがにカラヤブ界最強にはなれるけど、カラヤブして S 足りないっていう環境がおかしいからな。ジャランガは悪くないけど、まあ、今回はオーディション合格はできないでしょう、残念ながら。エントリーナンバー2、カビゴン、怠ける。これはだいぶ大きく出たね。まあ、怠けそうだしな。カビゴン現状使用率110位だから、ジャラランガの1個上だ。ほんとだ、似たようなもんだ。フィラノミが弱体化されて、まあ、いっぱい回復っていうのができなくなったカビゴンなんですけれども、普通に怠けるすれば、まあ、第7世代のあのカビゴンの強さ返ってくるよね。なんなら持ち物固定じゃないし、食いしん坊である必要もないからね。そうだね、特性と持ち物すくから結構ワンチャンありそうだけどね。カビゴンの足りない要素はもうまさにそれって感じだと思うんだけど、普通に強くはあるとは思うんだよな。
それがどれぐらい強さが保証されてるのかっていう。どうなんだ。あくび怠けるとか呪い怠けるするんだったら似たようなのガチグマがいるからな。いや、ガチグマよりかは明らかに硬いという事実があって、 BD の耐久もまあ逆だから、まあ、炭焼きある程度できてるとはいえ、ガチグマに勝るのかと言われると、まあそんなことねえだろうなっていう。一応ね、地面ないおかげで弱点とかだいぶ少ないから、そこは偉いんだけど。ポリツーに勝つかなっていうの一個のポイントな気もするな。ポリツーが今、32位なんだ。全然使われてないね。どん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 落ちてはいってるんだけど、このポリツーより強いか。カビゴンなんか持ち物持たせたらポリツーより硬いもん。残飯カビゴンは絶対ポリツーより硬いかな。30位ぐらいには絶対に行くと思う。30位ぐらいなら行ってそう。まあ、でも巨獣音を抜くとも覚えないんだよな。普通に強めではあるが、まあ、マンボウの使用率を超えるかと言われると、超えなさそうではあるかな。まあ、マンボウって対策されたらもう型1個しかないから、結構厳しいとこあるけど、カビゴンの場合結構いろんな選択肢ありそうだから。それは偉い。環境に適応できる性能はありそうですね。20位から30位ぐらいはいけるやろ。いけそう。悪くはない。エントリーナンバー3、ゴチルゼル、アンコールまたは金縛り。どっちかっていうとアンコールだと思うけど、使用率は132。なるほど。まあ、こいつって分かりやすくこいつしかできない性能を持ってるポケモンだと思うんだけど、それの強さに拍車かけてるよね、アンコールって。現状技固定するならトリック、スカーフトリック使ってるけど、それ使わずに、なんか変化技に後出しして、上取れてればアンコールで、はめて勝ち。で、金縛りなくてもイチャモンあるもんな。トリック金縛り、もうトリックイチャモンもあんまりやってること変わらん。やっぱ、アンコールだ。こだわりを持たなくて相手の技を固定できるっていうのがやっぱ強いから。あと、後出しした時に技を変えられないっていうのもでかい。てかさ、アンコール決めたらもう眠るとかもいらなくね、もはや。あー、確かに。まあ、毒毒とかに対して。あーまあまあ、いるけど。まあ、なんだかんだいるのかもしれないけど、別になくても戦える方とか、構築とかは確立できそうな気はする、ね。使い方がもうちょっと増えそうだよね。まあ、ただ、こいつが30位とかに食い込む世界はあるのか。勝てるやつにはどうあがいてももう勝てるからな、別に。あんま勝てないやつに勝てるような技でもないからな。ディンルーとかには強くなるな。ステロをアンコールして、瞑想して、エスパー技以外で殴ってればいいから。センス段階にいるだけで、あの、立ち回りの制限が今以上にやばいから、ゴチルゼルより遅いポケモンに変化技打てませんっていうゲームになるから。捕まった瞬間、TOD で負けか。PP によっては。変化技の PP は増やせないな。60ぐらいまでは、なんか正直サクッといっちゃうような気するけど。構築の穴埋めに採用して、勝てるところに絶対勝つみたいな。逆に20、30とかまでいっちゃうと、ゲームとして思んねえなっていう。一応、剣盾の時さ、一瞬30位以内入ってる時なかった。シーズン32だけ30位以内入ってる。まあ、伝説環境はまあなんか、尖ったポケモンが強い傾向はあるから、まあって感じだけど、みんなゴチルゼル嫌いよね。やられて気分いい戦術ではないからな。まあなんか今の環境がはどうかわかんないけど、特定の環境下で普通にトップ10とかに余裕で入ってくるようなことは起きえちゃうな。特にこういう伝説環境みたいな尖った環境は。何か噛み合って受け環境になった時に、そういうこと起きる可能性はある。最悪何も捕まえるやついなくてもアンコールって退場すればある程度の起点作戦になったりもするわけで、起点回避能力ってゴチルゼルあんまなかったから、それを持ってるっていうだけでもスーパーソーナンスみたいになってるかもしれない。影踏みアンコールは偉いからな。なんかダメな気がしてきた。想像以上に強い可能性はあると。今のゴチルゼルぐらいだったね、まだマイルドかなって個人的には思うけど、これ一個来るだけで多分フェイス画面にいるだけでもう立ち回りとかぐっちゃぐちゃになる、とんでもないゲームになっちゃいそうだな。エントリーナンバー4、ダグトリオ、アンコール。一緒です。一緒だけど、早いし、ある程度の殴り性能はある。が、めっちゃ柔らかくて、浮いてるやつは捕まえられない。ダグトリオの方が早いから、ケアしなきゃいけないポケモンの量が、ゴチルゼルより多いよね。間違いなく。無効タイプも持ってるから。タケルライコーンに出して、アンコールして終わりみたいな。あと、サポートできる技が多いよな。こっちの方が。ステロ、置き土産。初手にポンって投げて、起点作りだけでもね、悪くない。なんかステラアンコ同時に覚えるだけで、まあまあ、起点作成として十分だな、みたいなパターンはあるわけで。とか、SV でいろいろ技もらってて、甘えるとか、ガムシャラ、結構いろいろあるね。多分、ゴチルゼルよりやばいこと起きる、多分。ああ、ちょっと、ウーラオスがいるおかげで、全部ウーラオスが解決してくれる可能性はあるけど。海流の渦アンコが強いんだから、渦必要ないアンコってやばいよ。衛星が入ったら風船もある時点でやばいわ。ああ、確かに。風船アンコールで終わっちゃうね。これゴチルゼルもだけど、地面技も打てないわ。こいつらいるだけで。テラスしてアンコールもあるからね。やっぱダメな気がしてきた。ダメです。
と環境に多大な影響を与えるでしょう。エントリーナンバー5、張手山塩漬け。レベルで塩水を覚えるのは有名な話ですが、お相撲さん塩巻くからね、塩につけるかは分かんないけどただ使わんか。巨人と比べて再生技はないけど、タイプと特性でテラスなしで出せるやつがいるのか。ほうじゃんね、塩漬け物。うん、巨人でいいな。張手山の型として塩漬け採用することが増えるだけで、張手山は増えなそうだな。エントリーナンバー6、トルネロス、捨て台詞。これすごいのが、いたずら心の化身トルネロスはオーロンゲみたいなことできるし、再生力の霊獣トルネロスは交代しながら相手の能力下げて回復できるみたいな。ダブルで噛み合っている。どっちでもいいっていうのが、おしゃれではある。これがどれぐらい強いかだよな。トルネママンとかでオーロンゲの代わりできるかな。猫も偉いポイントではあるからな、やっぱり。オーガポンに強いのがいいんじゃない？ああ、まあ確かに。テラスされたら負けるけど。テラスする圧をかけてる時点で偉いという話は、まあまああるだろうから。どっちがいいのかと言われると難しいけど、まあ、選択肢にはなるのかもしれない。懸念点があって、フォルム2つあってさ、使用率ばらけるからさ、どっちでもいいやってなったら、めちゃくちゃトルネロスが強いってならない限り、30位以内とか入らないよね。この環境だったら、さすがに化身だと思うけどな。HB トルネロスで捨てゼリフいっぱい打つとか？オーロンゲノが強そうだな。オーロンゲノが強そうなんだったら、霊獣の方がいいのか。霊獣で HB にして再生力で、スーパーガオガエみたいな感じで使うか。まあ、早いし。早いのがメリットかデメリットか微妙なとこだけど、その方って。最近さ、ママンロンゲぐらいにロンゲいないこともあるからな。あ、そうだね。噛み合いはするけど、そんなドミナイが濃厚か。まあ、さすがに県外なんてことはなくなるとは思うんだけど。いや、これ化身の方でアンコール覚えるんだったら熱いぞ。それは熱いけど、でもパオジャイル遅いからな。まあね。エルフンママンボウみたいなのも結構結果出してたと思うんだけど、パオジャイルより早かったらマジで神なんだけど。惜しい。悪くないけどね。エントリーナンバー7、ギャラドスクイックターン。クイックターンシリーズ来た。マンボウは再生力だったけど、ギャラドスは威嚇でクイックターンを活かしていくと。まあまあまあ、悪くはない。ギャラドス今67位か。ヤーティーにしか採用されてないイメージ。使用率的にはゴツメが多いっぽいけど、まあそうね、ゴツメ以外なんかもはや記憶にない。ヤーティーでもゴツメでしょ。まあそのイメージ。竹登りが 75.7%、 アクアテール 16.4% だから、アクアテール 16.4% がそのままヤーティーだ、ほぼ。まあクイックターンあったらランドロスの水タイプ版みたいなことができるのかな。まあそうだね、ステロない代わりに電磁波があったりみたいな。でもまあマンボウでよくね。物理めっちゃ硬いからそんな硬くないぞ。それママンボウよりかはイカっ込みだったらちょっと硬いけど、ちょっとポテンシャル足らずか。それはクイタンとかだったら多分ヘイラシとか来たらもっとやばいんだけど、それはちょっと元々の性能が高すぎるから今回はちょっとなし。エントリーナンバー8、ランクルスの小さくなる。小さくなる、結構 SV だと覚えなくなってるポケモンが多いから、逆に覚えさせてあげようという。小さくなるってさ、結局なんなんて思うしなんか伸び縮みできそうな細胞ポケモンのランクルスでしょ。多分めっちゃうざいしな。まあマジガで迷走を小さくなる体勢。まあアシパかサイコノイズか。エスパーバーメポンならどうなんかすごいけど。いや別に瞑想とかなくていいのかな、もはや。アッキー再生小さくなるなんかなんか。まあ小さくなるって単体で完結するのってベトベトンぐらいじゃね。あとバトンでしょ。小さくなるやつがまずそもそもね。フワライドとドーブルとサダイジャとか。あーいたな、そんな。あとハリーマンか。小さくなるかい、最強になれるポテンシャルはあるか、そんなことしてる暇あるのか。まあ、てかガチグマ起点にしないといけないから瞑想はいるな。できるのかわかんないけどな。ノマテラブラムからの下から瞑想して、その後ハイパーボイスでやられちゃいそうだ。うざいけど、それ以上でもない感。まあ、いくら小さくなる積んでも、パオジャンのレードとか、ランドロスの地割れとかで吹き飛ばされる可能性もあるしな。やっぱ小さくなる戦術自体が、どんどん環境的に弱くなっていってるって感じだね、これは。エントリーナンバー9、モスノウ、羽休め、フリーズドライ。1、2個ずるいな。まあ、羽休めだけでもギリいいけど、欲を言うならフリーズドライも欲しい。こいつなんでフリードラないのっていう感じはまずあるけど、まあ、羽休めは、まあ、氷の鱗粉と合わせて完全に特殊受けの性能だよね。どんぐらい硬いんだ？フリハピよりちょい硬いぐらいじゃない。それが超前できるんだから、すごいよな。テラスしないとタイプは話にならんけど。まあ、持ち物もほぼブーツ固定みたいなもんだけど。めっちゃ硬いし、トンボ返りもあるから、超特殊受けすることもできると。これ別に上げていいけどね。っていうか、上げたら。上げて、まあでも30以内入んねえか。いや、それは絶対ないけど、まあ、ウルガモスは超えないだろうけど、実質超前だとクエスパトラとか。でもそれぐらいには全然いきそうだけどな。
100位ギリ食い込むぐらいじゃない？県外争ってるような性能では絶対ない。もしいただけたらもっと活躍するでしょう。うん。エントリーナンバー10、カラミンゴ命がけ。当然県外なんですけど、命がけといえばこの夜猿ですけど、よく命がけ読みサーフゴーバックとか羽ばたく紙バックされます。カラミンゴなら肝ったまー。まあ HP はぶっぱしても実数値189。タフゴ倒せないじゃないかいっていう。後出しに対して後出しされないか。タフゴがカラミンゴに出てくるわけない。カラミンゴの一番の役割対象なんだから。カラミンゴで例えば海竜とかランドロス赤まで削れたら熱いけど、ね、侵速されたら侵速されるやん。侵速されるね。ハッサムもバレパンされるしな。命明けって相手を一匹倒さないと話にならないよ。または起点回避かなんだけど、こいつで起点回避もクソもないから。もともと挑発とかあるし、肝ったま命がけを考えるんだったら、まあ、翡翠ジュナイパースカーフ持ってもめっちゃ遅い。今 SV にいない中だったらガルーラとかバクオングとか、まあ、ガルーラだいぶ覚えそうだけど、じゃあ使うかって言ったら全然使わないよ。技範囲とかもちょっと弱いこの夜猿みたいなもんだしな。命がけって結局それだけするんだったら何も強くない。22やってるだけだから。この夜猿って型いっぱいあって、テラス強要させたりみたいな、そういう性能とか込み込みでスカーフ命がけが強いっていうのもあるから、これじゃあダメだな。エントリーナンバー11、ゴルーグの地割れ。はい、最強です。本当に最強かな。うん、最強。ゴルーグ今 SV にいたんだって感じだけど、まあ、余裕で県外。余裕でいるけど余裕で県外。真面目に考えるなら撃ち落とすはないよね。撃ち落とす覚えるよ。新しく覚える SV から。重力もあるよ。確かに重力の方がいいわ。遅えんだよないやこれぐらいでも十分だろ。もっと早かったらやばいか。もう終わりだよ。これでもやばいの。もっと早くなったらもうゲーム壊れちゃう。でも全人類がさ、これを対策する世界になったらさ、それでも強いのかな。まあファオジャンとかがレードで絶対入れるでしょ。まあファオジャン別に普通に殴ってもいいのか。ゴルーグも自力当たるようになるから、上から自力が対策になるのか。インリューとかは S 負けてるからダメなんだけど、まあ、ランドはもともと浮いてるから自分で食らわないってなると誰だ。感情ブリジュラス。まあブリジュラスは普通にゴルグ自身打てばいいっていう感じもあるけど、頑丈巨人音で地割れ打ったら倒せそうだよね。おお、絶対地割れ打つしな。地割れ打ちたすぎて仕方ないだろうから、地液が飛び交う環境を対策するために地液を採用するっていう世界になるのか。受け崩しとかで使おうと思ってもクレベースには通んないし、ヘイラッシャーに後出しもできないから結構難しいのかな。確かに。いや絶対強いんだけど、なんか単純なゲームになりそうだな。さっきのゴチルゼルとかダグトリオのもっとつまんない版みたいな。ポケモンというゲームが終わりそうだからやめときましょう。こんなんいなくていいからね。当たり前だけど。というわけでワンボー2世オーディション全11エントリー見ていきましたが、一番現実的にありそうで強いのってなんだろう。カビゴンかな。そうだね。アンコールダグトリオとかゴチルゼル、あとジワレゴルーグはやりすぎか。これはちょっと違う。ゲームが一気に壊れちゃう感があるのがあんまり良くないかな。怠けるカビゴン面白そうだな。大昔からね、怠けるカビゴン来いとは言われてたいけど、なんで覚えないんだろうなっていうのは、まあバランス調整なんだろうなっていうのでずっと続いてた感あるもんね。バンギラスの畑と同じだったら来るかもね。カビゴン定期的にめっちゃ強い時が来るから、あんまちゃんとこういう技渡せないんだろうな。第10世代で怠ける来てシーズン1でカビゴン使えて、ガチグマがいないってなったらめっちゃ使うんだろうな。ウーラウスもいなければ最高。ペンタテシーズン1の再来だね。そうじゃん。ケンタテもカビゴン最初めっちゃ強かったの。よくよく考えたら、ポテンシャルはもともとあるからね。今の時代を生きていくにはこれぐらいあっていいんじゃないかなって感じだね。強かった時期あるとね、ちょっとママンボウとちょっと違うけどね。ママンボウ強かった時期ないからって考えると、もうスノーに絶対レードも上げちゃうか。まあでもそれテラスしたら当たらなくなっちゃうな。だからうん、いいじゃん、上げちゃおう。それでも多分トップ30入んないからね。じゃあママンボウって結局やっぱすごいんだ。ほぼ無駄のない種族値、最強クラスの特性、素晴らしい噛み合った技、最高のポケモンでしたママンボウ。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。